ちゃです。今回は今使っている竜神カードに深く関わっています田梨神社を紹介いたしますパワースポットとしても有名です今映っています竜神さんたちが場所を紹介してくれます田梨神社は東京都西東京市田梨町にあります西武新宿線の田梨駅が最寄り駅となります ただし神社ですが、今使っている竜神カードに関係しているということもあるのですが、この神社、五体の竜神さんが祀られています。初見でこの神社に行きますと、五体の竜神さんがどこにいるかわからず、すべての竜神さんに挨拶できずに帰ってしまうかもしれません。そこで、この動画をご覧いただければ、五竜全部を攻略できると思います。自分の参拝ルートを基準に、五体の竜神さんを紹介しますので、 参拝の時の参考にしてくださいまたそれぞれの竜神さんのところで一時停止していただければデジタル参拝も可能ですのでご活用ください駅からのルートは省きます注意点は手前に掃除時があるというところでしょうか掃除時を越えて信号を渡ってすぐです参道の入り口はこんな感じです階段がありますが 脇から階段を使わずに登ることもできます。マップは、田無神社の公式ホームページから拝借させていただきました。では、参拝開始です。まずは、一礼して階段を登ります。登りますと、狛犬さんがお出迎えしてくれます。ここを抜けて、白流の水で清めてください。この場所に白流の水があります。 以前はひしがあったのですがコロナの関係で直接水を手で受けて清めてくださいまずは拝殿に向かいます途中に小さめの狛犬さんがお出迎えしてくれます今回はコロナの関係で一時期マスクをしていたレアな狛犬さんの画像です狛犬さんの先に拝殿がありますこちらには 金龍さんが祀られています。自分はここでまず、挨拶と願い事をしています。拝殿の画像がこちらです。デジタル参拝できるような画像が撮れてますので、ご活用ください。手前に人が写った画像ですと、人の念などが入ってしまうので、できるだけ人がいないように撮影いたしました。この写真は、人が入っていないので、参拝に適してると思いますので、画像を止めて、 ご利用ください。龍神さんの写っている画像もあります。こちらも参拝可能な写真です。龍神さんが写っている画像は龍神カードを選んだ理由の動画を参照してください。概要欄にリンクを貼っておきます。またご自分で撮られた神社の写真でもデジタル参拝できると思いますのでやってみてはいかがでしょうか。でも行けるときは神社に行ってくださいね。 ではここからですが黒龍さんに挨拶に行きます拝殿の裏側に向かいます途中に古神木もあります黒龍さんはここにいます自分はここでも挨拶と願い事をしますこの黒龍さんが一番分かりにくいかと思いますデジタル参拝したい方はここで止めてください ここから清流さんに挨拶に行きます。戻ってきてぐるっと回りつつこの場所に、なぜぐるっとかは実際行ってみるとわかるかもしれません。清流さんはここにいます。自分は清流さんには挨拶だけです。多くの竜人さんに願い事を言ってしまうと誰がやるって竜人さんたちも迷ってしまうと言われています。ですので、 願い事はどの龍神さんにするか、絞った方が良いと思います。神様でも同様だと思います。デジタル参拝したい方はここで止めてください。ここから白竜さんに挨拶に行きます。またぐるーっと回って参道を戻っていきます。途中のお稲荷さんは参拝していきますが、あとは大体スルーしちゃいます。 白龍さんはここにいます白龍さんも挨拶だけですデジタル参拝したい方はここで止めてください最後に関龍さんに挨拶に行きますさらに参道を戻り階段の手前まで戻りますこちらも難易度高めですねここに関龍さんがいます ここも挨拶だけです。デジタル参拝したい方はここで止めてください。以上で、五竜を攻略です。実は、Google マップで田梨神社を拡大すると、竜神さんたちの場所がわかりますので、活用するのも良いかと思います。攻略後は、また参道に戻り、お守りやおみくじを買ったりしましょう。 おみくじはおみくじブースがあります。おまるのここにおみくじブースがあります。いろいろな種類のおみくじがあります。ここに龍神さんの置物のおみくじが置いてあります。カードリーディングの時に使っている龍神さんたちです。こういうおみくじも面白いです。紐に結ばれた鈴が出てきます。通常一つですが、 運がいいと鈴が2つ紐で結ばれているものが出てきます。結ばれてるってことは、おめでとうですね。話は龍神さんに戻りまして、龍神さんたちの大体の位置ですが、金龍さんが真ん中、北に黒龍さん、南に赤龍さん、東に青龍さん、西に白竜さんとなっています。 それぞれの方位を守っています。得意分野もそれぞれにあります。金龍さんは家庭全体や社内全体を守護し、あらゆる運気の向上と幸福将来のご利益があります。黒龍さんは水回りを守護し、また身体健全、夫婦円満、交際運のご利益があります。関龍さんは 火を司る龍神さんで書斎などの努力の場を守護し、また学業成就、勝負運、出世運のご利益があります。整理さんは風や樹木を司るところから庭園などを守護し、またスポーツや芸能の技芸向上、修行成就のご利益があります。白龍さんは金属を司り、 金庫や飲食に関わる場所を守護し金運両縁成就のご利益があります目的に合った竜神さんを選んで願い事をするといいと思いますそしてこの動画に出会った方は竜神さんに呼ばれてますよ田梨神社が遠いという方はデジタル参拝デジハイでも良いのでやってみてくださいまたお近くに 竜神さんを祀ってる神社がある方は行ってみるのも良いかと思いますということで田梨神社の紹介は以上となります他にも色々祀られていますのでもっと知りたいという方は公式ホームページをご参照ください概要欄にリンクを貼っておきますでもこれで終わりではありませんせっかくパワースポットで波動を上げたならさらに上げちゃいましょう 近くにあります。おすすめのお店を紹介しちゃいます。田無神社のすぐ近くにありますレストランルミネです。総持寺の向かいあたりにあります。おすすめはルミネステーキハンバーグ。では早速注文してみましょう。で、あれ？今日はハンバーグが売り切れだそうです。前の日に大量に売れてしまい、たまたま 品切れとなっってしまったようですカレーですが肉も多めで美味しいですよ温玉のせを頼んだんですが夏の暑い時期は温玉が悪くなるのが早いので目玉焼きのせですごちそうさまでした美味しかったですで終わるわけにはいかないので以前お伺いした時の画像をどうぞ手ごねハンバーグです 粗挽きというか、若干肉感があるくらいの粗挽きのお肉です。ついています。デミグラスソースにつけても美味しいですが、醤油をちょっと垂らして食べるのがルミネ流、デリシャス、波動も上がります。ちなみに、店主に動画への掲載の了承を得ております。その時、何か恥ずかしそうにしていました。そんな優しそうな店主が作るルミネステーキハンバーグを、 食べてみてはいかがでしょうかさらに波動を上げちゃいましょうお出かけの際はホームページなどで確認してからお出かけください今回はこれで終了となりますそれでは最後に波動を上げの言葉をいきます最高ご視聴ありがとうございましたみんなで波動を上げていきましょう面白かったという方はグッドボタンをチャンネル登録よろしくお願いいたします それではまた。